いい加減、この汚い酒場でお前さんの相手をするのも飽きたんだけどね。ええ、クルワキってのメギツネが国を売って偉くなったものよ。聞き飽きてるのよ、そういう負け惜しみは。では、苗売りの意味ごと呼ぶか、それとも差し配の家父と呼ぶか。こうして祖国を蹂躙し、お主の気は晴れたでござるか。そこまで調べてあるのなら問うまでもないだろう。私の腹は底なしの沼、満足にはまだ程遠い。だからもっともっとひどくしてあげる。お前さんたちの泣き声と哀れに血を這う集体で、この耳と目を慰めておくれよ。でもお前さんはずぶといからね。うちのデクノボーに殴らせてるより亡き主君様の首を持ってきた方が喜ぶかい？そう、ドマの殿君カイエン様、帝国に国を落とされ総督に操られる仮初めの将になっても、お前さんにとっちゃ大事な主君様だったものね。25年前、せっかく命を見逃されたんだ。そのまま犬として飼われていればよかったものを、ここに来て反乱なんて企てた上、民を逃がして討ち死になんて。ねえ、あの日お前さんはどんな気分だったの？主君を守れず自分だけ生き延びて。まあ主君と国を守れなかったのは初めてじゃないか。お前さん25年前も帝国兵に負けて牢につながれたんだもんね。聞いた話じゃ主君のもとに戻るため帝国の兵役まで甘んじて受けたそうじゃないか。まるで修羅のごとき殺人剣だったって今でも伝説よ。いずれも事実にござる。お主相手に今さら問答するようなことではござらん。いやあね、そんなに睨まないでよ。あたし生きるために手段を選ばない人って好きよ。あたしとお揃いだからね。そのよしみで交渉してやろうって言ってるんだ。帝国のお上の方々がね、ドマの王足りえる者の身柄をとっとと確保しろってうるさいのさ。つまりはカイエン様の息子、あんたと一緒に逃げてたはずのヒエン様のことをね。死体の場所でも構わないから白状しておくれよ。さての、お主の飼い犬が殴ってくるもので、すっかり忘れてしまったでござる。続けな。こんな仕事もうまくやれないんじゃ、今度は地の果てに左遷されるよ、デクノボー。うう、左遷はもう嫌だ。早くエオルゼアに戻って
あいつに仕返ししてやりたいの。